きますから、ね、あ、大丈夫かな、さっきいっぱい来たかな。はい、じゃあ私から、びっくりしたこと、そうですね、ゾウさんなんですけども、うちのアフリカゾウさん毎日血管管理のために、トレーニングしてます。で、向こうにいるベル君なんですけども、亡霊でゴロンと横になったり、そういう、あの横になることができるんですけども、横になった際に、本当こうやってちょっとって触ると、実はこうちょっとブヨブヨしてる。で、触った時に超ブヨブヨしてる。すごいびっくりしたなって思い出して。なんかちょっと下がってまいりましたけども。はい。で、森田さん、この辺でもうちょっと問題があってよろしくお願いします。今度は動物の方でお願いします。はいはい、ダチョウをかぶりしますけど、今ダチョウも一緒に担当やらせてもらってるんですけど、ある日ダチョウを来たら、ダチョウがすごい踊ったじゃん。で、それに対して俺、すごいマスクついちゃったんですけど、すみません、あれ何やってるんですかって話をしたら、求愛をしてるって言って、で、いろいろ考えると、オスなんですね、踊ってるダチョウが。で、オス同士でやられてるっていうのを聞いたのと、あと、にやられて嫌じゃなかった新しい自分へまたびっくりしました。な感じです。ありがとうございます。はい、師匠さん、もう一度お越しいただきましょう。自分はダチョウに踊られることなんですけど、求愛してる割には触ろうとすると威嚇してきます。じゃあ今度ゾウの方のお話で、ゾウって結構取材とか多いんですけど、でその時に、アナウンサーの人を案内する時にゾウの前まで行って、でここまでだったらゾウの鼻届かないんで大丈夫ですよって説明したら、もう説明している時に出した時にゾウの鼻届いてしまったっていう話なんですよ。飼育すると結構毎日会ってるんで、大きくなってるってことに気づかなくて、いつの間にか鼻がここまで届くようになってたっていうのでびっくりします。はい、はい、はい、じゃあどこにいるキリンですか、ね、じゃあ、まあ、キリンの話はしてなかったか、はい、じゃあキリンの話をしたいと思います、はい、さっきも、の話をしてきたんですが、キリンで一番びっくりしたこと、実は私、キリンの出産を立ち会いしたことがありまして、キリンさん生まれるとき、こんな高いところから生まれてくるんです。それもすごくびっくりしました。生まれてドシャーンってすごい音します。それにもまたびっくりしました。で、一番びっくりしたのはですね、それから40分後ぐらいにそのキリンの赤ちゃん立ち上がったんですが、生まれてすぐの赤ちゃんなのに、自分よりもすでに、身長が高かったことに改めて言っちゃいました。他に皆さん、ね、もうない、もうこんな感じですよ、はい、もうないですか、はい、じゃあどうぞ。ゾウ担当する前に爬虫類担当してまして、でその時に、普段全然見ると動かないビルマニシキですけど、餌の日になると結構動き出すんですけど、で餌をやりに行った時に扉を開けたら、そのニシキヘビが飛びかかってきたっていうのがすごいびっくりして、でその時は慌てて扉を閉めて、閉めた直後に扉にガンって当たる音が超えたっていうのがあります。結構2メートルぐらい続いてたんじゃないかなって感じです。